今日はキュアショコラをキュアパルフェ風にぬりぬりしちゃうよ。レインボーカラーのキュアパルフェにぬりぬり。キュアショコラはどんな風に仕上がるのかな？まずは髪の毛を塗っていくよ。キュアパルフェのお髪はピンク色。キュアショコラのお髪もピンク色に塗っていこう。帽子もパルフェカラーにしていくよ。アクセサリーも、パルフェのアクセサリーは緑色だよね。次はショコラのお洋服をパルフェ風に塗っていくよ。
足元はピンク色で塗っていくよ。お肌の色を塗って、お顔の色も塗って、お目目の色もパルフェ風に塗っていくよ。キュアパルフェ風キュアショコラ出来上がり。カラフルに綺麗に塗れたね。とってもかっこいいキュアパルフェ風キュアショコラ、素敵だね。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。